ノースコルは、チベットにある世界最高峰のエベレストと、その付属峰であるチャンチェの間の暗部である。氷河によって刻まれた峠であり、東ロン論ク氷河の上部を形成している。登山者が、チベット側の北梁を通って、エベレストに登頂する場合、最初のキャンプがノースコルに設営される。海抜約七千二十メートルのこの地点から、登山者は北梁を登り、エベレスト北面に沿って、 次第に高くなる一連のキャンプにたどり着く。登山者は海抜8230メートルの第4キャンプから山頂へのアタックを行う。ノースコルへの初到達は1921年のイギリス隊によるエベレスト偵察探検中の1921年9月23日にジョージ・マロリー、オリバー・ウィーラー、ガイブロックによってなされた。 西洋人がエベレストに足を踏み入れたのは、これが初めてのことだった。ノースコルの発見者は長らくマロリーであるとされてきたが、実際にはマロリーがその存在を確認する1週間ほど前にウィーラーが発見していた。その後の1920年代と1930年代の探検隊はノースコルを使ってのエベレストへの登頂を試みた。 宇宙飛行士が撮影した写真によるノースコル。この画像は南が上になっている。ノースコルはサウスコルよりも低くエベレスト山頂から遠い。ノースコル。ありがとうございます。